はい、こんばんは、うさです。今夜始めていくのはこちら、ドラゴンクエストケシケシ。はい、もう間もなく終了してしまうカウントダウン状態の、サービス終了間近、ケシケシ遊んでいこうと思います。まあなんかいっぱいねプレゼントもらえる。はい、どんどんスタンプもらえて、どんどんなんかいろんなものもらえてんだけど、何が何だかもうわかんなくなってきてるぐらいいっぱいもらってます。で、これが今回のランキング、おめでとうございます。あらよさん、1位おめでとうございます。2位がメアリーさん、3位にしげおさん、4位にアンパンさん、5位にねずこさん、6位にランポーさん、7位にエニクスさんだ、エニクスさん、8位にタカコンさん、あ、タカコンさん、こんにちは。はい、9位にネギーさん、10位にラストさん。やっぱり結構、X の方でのお友達、知った顔の人とかね、顔知ったお名前の方、いっぱい入ってる。すげー、おめでとうございます。やっぱすごいな。だって、やっぱね、ステージ4までクリアするとか、私絶対無理だもん。無理だもん。胸張って言えるんですけど、うん、無理。それをね、できるのほんとすごいな。で、これがキャンペーンポスト。あ、なんだこれは。6月13日までだ。急げー、みんなのもの。これは？飛ぶとここで、これをいいねするだけでいいんだ。だいたいいつもこういうのってフォローしてリポスト、まあ旧リツイートってやつですね、でやるともらえるっていうイベントが多かったんですけど、なんとこれはフォローにいいね、ファボで大丈夫みたいですね。すごい大盤振る舞い。そしてこれが今回の10連ガチャができるやつです。青ということは、多分今回の敵は青が弱点。うん、なんとなく最近分かってきた。このね、難敵チャレンジの魔王級のが今ずっとこう来てるんですけれども、イベントで来てるんですけど、だいたいそれのね、その敵の弱点属性色っていうのが、その時の同じ時期にやってるピックアップガチャの押してる色になってるんだなっていうことだけ分かった。さあ、じゃあここでまず出してもらおうか。そしてそれを握りしめて戦いに挑んでみようかって。全然ダメやん。もう負け戦確定みたいな感じになってんだけど、タバサちゃん可愛いからいいんですけど、ちょっと星がちょっと頼りないかなって思ったりするんだけど、でもね、星4でもね、ちゃんと育てていけば、スキルレベルとかもね、ガンガン上げていけば、ガンガン上がればですけどね、上がればまあそこそこ使えるというか、立ち向かえるんじゃないかって。これは期待できるけど、玉1個、玉っていうか虹1個。おー、来た、これ。頼れる相棒、これつい最近、なんかイベントで見た気がする。すごい頑張って、私引いた気がする。でもね、双剣の姉妹っていう、ベロニカとね、セーニャの方のが欲しかったって言っちゃったら、なんかわがままかな。でもまあこれはこれで嬉しいので、これも育てます。確かでもやっぱりね、星6なだけあって強かったっていうイメージはあった。うん、なんかすごいバッテンかなんかの形で攻撃いくんじゃなかったっけこれ。私の記憶がおかしくなければ。でもいいのやっぱ出るな。自分のね、お目当てのものかどうかはともかくとして、やっぱいいものを結構いいバランスで出してきてくれてる気がします。ありがとうございます、運営さん。ふおー、褒めた途端にこれがラミアスの剣、キ
剣とかね、私結局最後までちゃんと使い切ることができなかった気がします。なんかね、やっぱりこう前も言った通り、私の場合脳筋なので、もうバカみたいに攻撃範囲が広くて、でアホみたいに攻撃力の強いドラ消しが好みみたいでね、なんかそういうのばっかりやったらね、めったらこう攻撃のスキルドラ消しの範囲を見て、攻撃範囲を見て、むっちゃ広いとすっごいもう小躍りしながらそれパーティーに入れてた気がします。ほんとね、とりあえず何でも考えずに真正面から拳で殴りに行くみたいな感じの戦闘スタイルなんですね、私の場合ね。でもね、ドラクエ10のオンラインとかではちょっと違くて、今度ね、ドラクエ10オンラインはね、また少し違ってて、こう、それぞれね、なんかその敵に対しての耐性を持っている前衛さんが、壁っていうね、なんか後ろに行くのをこう、抑えるっていうね、重さで耐えることができるっていうシステムを使ってて、で、後ろの方のね、後衛さんなんかがターゲットになった、その攻撃をするまでこう追っかけてくるから、それの間にそのね、前衛さんが割り込んで壁して、壁みたいになって、で、守りつつ、で、反撃してくるのとかに耐えながら戦うみたいなのが基本的な戦い方なんだけども、そういう意味ではね、ドラクエ10オンラインはね、前衛職の、こう、戦う職業の場合は、意外と頭を使うのでね、今度ね、頭使うとは、私頭が弱点なんでね、煙吹いちゃうんで、意外とね、割と分かりやすい、後ろの方でちょこちょこ小細工をするのが、どうやら好きみたいなのね、でしょ？あれだね、私。うん、なんかね、僧侶やったり、魔法使いやったりしてることが多いんですよね。どういう分析をすればいいんだこれ。うん。ってことで、とりあえず今回の難敵チャレンジ、魔王級、はい、オルゴデミーラ、これデザインめっちゃ怖えんだよなーって。あー、デザインが落書きになると脳みそ部分が微妙にこうデフォルメされててなんかひびが入ったハートみたいになってて、若干可愛い若干可愛くて怖くなくなった。あ、でもね、こうやってパッと見てみるとやっぱりこのデザインは怖いと思うんだけどな。だって脳みそ丸出しって、それこそさ、さっきの私の話じゃないけど、弱点丸出しやん。丸出しでもかつ賞賛があるってことでしょ。え、めちゃくちゃ強いってことやん。いや、そこのね、紫のところを狙えばなんかもしかしたらすぐに落ちるんじゃねえかとか思ったりもするんだけどでもそこまでに攻撃させないっていう自信があるわけでしょ。あんだけ丸出しにして平気な顔してんだったら、平気な顔なのかなこれ、平気な顔に見えるんだけど、はい。ってことで、まあまずはステージ1からクリアしていこうと思うんだけども、このね、難敵チャレンジのだいたいステージ4まであるんだけども、まあ、1は割と、どなたでもなのかな、ある程度まあ育てないと、若干やっぱりね、普通のボスよりも強めに作られているのでね、そこそこは、戦えるぐらいのレベルとかね、スキルレベルにしておかないと、若干苦戦はするとは思うんですけれどね。でもまあ、1とかはまあ、クリアできるぐらいの強さには設定してくれているようなので、戦いやすいんじゃないかな、頑張りやすいんじゃないかなって思ったりはしてます。ただね、まだね、始めたばっかりでございますで、ね、星3、4とかね、せいぜい4がね、精一杯なんです、みたいな感じになると、ちょっと、若干、あれかもしれないんですけど、でも、なんとか、頑張れば、まだ、こうやって、開けるんじゃないかなって思ったりはするぐらいのレベルが、ステージ1ですね。私でもどうにかなるんだもん。絶対大丈夫、だと思う。
そう、問題はね、ここからなんですよ。このね、ステージ2あたりから、本当にね、結構強めでいかないと、辛いに感じになってくるかなって思ったりはしてます。お、そしてこれが、初回でもらえる、今回の、この難敵チャレンジ、クリアした時のクリア報酬、復刻版のピックアップガチャ、10連、はい、チャレンジできるコインなんですけれども、入ってるのを見ると、懐かしい顔ぶれが多いんですけども、欲しいのいっぱいある。あるんだけど、これ絶対無理。これもなんか絶対なんかもう、出る気がしない。つってね、一応まあもうサービス終了直前のクライマックス的な感じの運営さんからのサービスガチャっぽいところがあるので、少しはね、ちょっとこう夢を見てしまうわけですよ。しかもこのね、なんかガチャガチャのね、マシンの黒くて重厚感のあるこれとか見たりすると期待がさらに深まるわけなんだけど、21個、ドン、来い。いや、呪いのランプ、確かに随分前になんかガチャガチャにあったのを覚えてるんですけども、人じゃねー、キャラ、キャラはキャラなんだけど、レギュラーのこうね、こう人型のね、かっこよかったりの、なんかこう、ただのランプだ。物理だ。物質だ。無機物だ。そうか、こう来るか。まあ、こんなもんだろう。私のくじ運。こんなもんです。はい。でも、まあ、めげずに行ってみましょう。ステージ2。ステージ2ぐらいになってくると、やっぱり、強いドラケスでパーティー組んでいくっていうのはまあ定石であるとは思うんですけれども、そのね、弱点の属性職能で攻撃方法もその弱点って言われる魔法なりブレスなり物理なりの攻撃を持ったので固めていくのはまあありっていうかだとは思うんですけれども、それ以上にこれね、スキルドラケシ同士のミックスっていう技、強攻撃みたいな感じで、少しでもわずかでも攻撃力とか攻撃範囲を少しでも広げて、これ攻撃していかないと、ちょっと厳しくなってくるんですよねって言いながら、私なんかさっきから全然、それができてない。自分で言っといてなんですけれども、このね、スキルドラケシ同士が隣り合うとかね、ミックスができる位置に隣り合うとか、もしくはせめて、しましまドラケシを混ぜたスキルドラケシのスキルの発動とかを狙った方がいいのも分かってはいるんですけれども、それがね、横並びとか縦並びとかでね、並ぶのが、なかなか厳しいっていうか大変なんですよね。しかもね、これね、こうやってね、ワープがね、設置されてると、なおより一層それがね、難易度が上がるんですよね。だからね、ちょっとミックスとかしにくいステージで、いやらしい。ずるい。しかもなんか知らんけど、回復のドラケシばっかりやたら降ってくる。でもまあ、すごい攻撃食らって、すごいグリッと減るので、回復もぼちぼち必要なんですけど、回復はね、3回までしかできないっていうのだったからね。これもね、なんかその、スキルドラケシのスキルの発動の制限回数がそれぞれあるんですけれども、回復っていうのが、だいたい1ステージで、1戦闘で3回までしかできないんだよね。スキル発動できないんだよね。で、攻撃のがだいたい5から多いとまあ7みたいな感じで設定されてるんですけれども、それがね、誘爆しちゃったりとかね、変に溜め込みすぎて、で、全部私みたいに攻撃力が広い、
攻撃範囲が広いやつなんかでやっちゃうと全部巻き込んじゃって全部なんか無駄打ちして終わっちゃうとかね、割と多かったんで、そういったことも多かったんで、割とね全部制限回数が全部制限までいっちゃって、スッカスカのカスカスになってね、何もできねえみたいな感じになることって後半まですごいってね、もうしょぼしょぼになることって割とあったりしたんで、いつかこのドラケンしてその制限回数を1回だけ復活させるとかね、なんかそういうアイテムが出るんじゃないかなとか思ったんですけど、いや出ないで終わりましたね。そういうなんかちょっと変わり種のちょっと効果を持ったアイテムとかが出てくることも期待してたんですけれども、特にそういったこともなく、はい、もう7月31日で終わっちゃうドラケシでございます。うおー、なんかね、そういうのもあってもよかったんじゃないかな。敵がめちゃくちゃね、最後の方こうやってね、ほんとね、鬼のように強いんで、硬いんで、なんかそういうのをちょっと期待してたんだけど、もう、はい。このね、ドラケシを一個だけこのツルハシでコンと割ったりできるとかね、あとは入れ替えることのできるこのハンドのアイテムとか、結構なんかね、5日のためにとか思って溜め込んでみたんですけども、その5日もやっぱりね、来ないで終わってしまいそうなんで、もう最近開き直ってパカパカアイテムは使うようにしております。だってね、溜め込んでおいてもね、もう無駄になっちゃうからね。だったら気持ちよく楽しんでクリアこうやってできるように頑張っていこうと思って使わせていただいているわけなんですけども、まあでもね、そのアイテムはね面白かったと思う。ドラケシがね1個だけコンッつって割れるツルハシとかね、この入れ替えることのできるハンドはちょっと面白かった。でね、このなんてきチャレンジのクリア報酬のピックアップガチャ、復活復刻版のこのガチャにチャレンジできるのは、ステージ1をクリアすれば誰でももらえるのでね、一応私の3キャラで全部もらって回してみたわけなんですけれども、はい、2キャラ目にしても夢が打ち砕かれているわけでございますわ。なんだこりゃこれ復刻版じゃないだろうみたいな感じで、はい、あっちゅう間に1回、まずは、あ、1回目じゃないか、これが2回目なんだけども、夢砕かれたわけで、でこれが3キャラ目の、はい、どうだ、虹は来るのか、夢は、夢に虹1個、夢1個、うわ魔人ブドウブドウこれ魔人ブーかなんかのパクリだと思うんだけどいやこれね、ドラクエだからね、同じ鳥山明さんの、鳥山明先生の作品だから許されることなんだろうなって思ったりもするんだけども、敵ながらね、結構ね、すっごい使えるドラケシとか結構あったりとかしてね、悔しいんですけど、やっぱね、主人公キャラとか集めたいとこだったけど、まあ仕方なし、敵も強いので使わせていただこう。はーい、ということで1回だけランキングランカーの皆さん、はい、見ていきましょう。1位あらゆさんに、2位がメアリーさん、3位にしげおさん、みんななんか、うん、X とかで見かけたお名前おめでとうございます。4位にアンパンさんと、5位のねずこさん、6位にランポーさんでいいのかな、英語とかだとちょっと読み方違うかもしれないんだけど、おめでとうございます。7位にエニクスさん、いつもお世話になってるお友達だ。8位のタカくんさんもそう、9位のネギーさんもそうだ、ここら辺はみんなお友達だ、ありがとうございます。そしておめでとうございます。10位にラストさん、本当ここに来て皆さん本当おめでとうございます。すごい、本当すごいと思う。私多分ね、もう3でこれ結構ピーピー言ってるので3もクリアできない気がします。まあなんかのんびりやっていこうかな。
ということで、今回のうさぴよの歩数はこんな感じです。まあまたね、すぐに、結構このスパンが短いので、ドラ消しの動画どんどん作っていってあげていこうと思っておりますので、またお付き合いよろしくお願いいたします。今回もご視聴、お付き合いありがとうございました。それでは今回はこの辺で。おやすみなさい。またねー。